はいどうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もハリーポッター魔法の学生で遊んでいきたいと思います。皆さん大変ですね。ロコモーターとノルウェーリッジバックが封印されちゃってますので大変だと思います。僕も大変です。なんでかっていうと普段ね見てるグレートウィザード級の戦いになると、あっちだとね、あの上の天空の戦いだとノルウェーリッジもロコモーターも使っていいんですよ。ただ皆さんに見せるときにはやっぱりその禁止カードが入ってない試合の方がいいと思って探してたんですけど、なかなか見つからなくて、ただね今日もいい試合見つけることができましたので、ぜひ参考になればと思います。そちらではロコモーターと卵を使ってないデッキ同士の戦いなので、参考になると思います。では早速デッキを見ていただきます。どうぞ。はい、まず一つ目がハリーポッターデッキですね。はい、ハリーポッターは低コスト呪文でも強力な効果を発揮することができる。で、まあ低コストっていうのが2とか3ですね。3までの呪文カードが強化されます。で、僕の共鳴の場合は、与えるダメージが 49%、治療効果が 17% アップします。続いてカードの紹介になります。1枚目が不死鳥ですね。不死鳥は、まあ回復してくれるんですけど、この不死鳥が倒れちゃったとしてもそこに灰が残るんですよね。でしばらくするとまた復活して回復をしてくれると、それを何度かやってくれるので大変強いカードですね。で三等剣の子犬、やっぱハリーポッターは呪文をね唱えまくるので、このカードは必須で入れた方がいいですね。はい、呪文を唱えるたびにこのコスト14って書いてあるんですけど、コストがどんどん減っていきます。で次がエクスペリアムス。これはねハリーポッターデッキでは一番の効果力カードになります。はい、ついでに呪文も禁止してくれます、敵プレイヤーの。でスキューピパイ、これも吹っ飛ばして、で吹っ飛ばしたモンスターがでかいとね、その向こうに吹っ飛ばされてぶつかった時のダメージもでかくなります。はい、で次がエクスパルソ。これはまあ水牢とか食らった時に相手の水牢を解除するためとか、あとは霧に隠れてる敵を炙り出すために使ったりもしますね。はい、次がネビュラス。やっぱ雷系の攻撃はだるいので、まあ、ここに隠れたりとか、するために入れてますね。はい、オパグノ。これもやっぱ効果力ですね。6匹のカナリアを召喚して、ペン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 って当てるやつです。はい、大変強いです。強化されてるんで。で、それを活かすために魔法の宝器を入れてます。入れてますって僕が組んだわけじゃないんですけど、はい、トップの人が組んだんですけど、はい。遠くに敵がいるときにね、これで、砲機で飛んで、オパグノを当てるって感じです。続いて仲間カードいきます。仲間カード、ロン・ウィーズリー。やっぱ入りますね。まあ、ハリポタの場合はね、召喚系大量に出されると困るんで、ロン・ウィーズリーで処理するために入れてるんだと思います。そして、ルビウス・ハグリッド。これはやっぱ移動的にも、体力的にも、あとは攻撃にも使えるので、万能なカードですね。であとフレイ兄弟。やっぱ召喚がこっちはないので、フレイを2人出して、ちょっと召喚モンスター的な感じの使い方になってるんだと思います。では2人目の紹介になりますね。こちらはドビー共鳴を使ってます。ドビーは移動回数が増えて、あとは2回に1回が姿くらましになります。姿くらましっていうのはジョインジョインって瞬間移動するやつですね。はい。ではカードの紹介です。まず1枚目、アバダケタブーラー。やっぱりアバダケタブラを使ってるドビー多いですね。はい、これでとどめを刺すっていう感じです。4回敵を撃破して、5回目以降は核キル、確定キルになります。超強いですね。で、テボ、イノシシです。これもまあ、使い勝手、僕はちょっと苦手ですけど、上手い人が使うとめちゃくちゃいいカードですね。で、ニフラーは魔力回復のために入ってます。でプライワインカンタート、これはねやっぱりアバダケタブラをね大量に打たなきゃいけないので、これでアバダをコピーして使う感じですね。でネビュラス、これはやっぱ、被弾を避けるために、あとは微量な回復のために入ってる感じです。エンゴージを、まあ、膨らまして最後アバダを当てるためのまあアバダとセットで使うようなものです。でエクスパルソ、これもやっぱり最近ね霧が人気なんで、霧に隠れた敵をおびき出すため。でエピスキー、やっぱ回復もね必要っていうことで回復も入ってます。次が仲間カードになります。ハーマイオニー・グレンジャー。ハーマイオニーで何するんだろうね。あとロン・ウィーズリー召喚を一掃します。でハグリッド、さっきと結構似てますね仲間カードは。
それでは早速見てみましょう。さあ始まりました。まず1手目はどう出る？エクスペリアムス。右側がハリーポッターデッキです。まずは一撃入れました。結構でかいダメージ入りますね。はい、来ました、このセット。あ、ただしっかり避けてく、うまいですね。ただ本当手数が多いな、ハリーポッターデッキは。でアバダでフレイ兄弟1人消滅しました。で、1溜まりましたね。でこのフレイ兄弟もう1人もね、ぜひアバダで倒したいところ。やっぱりハリーポッターデッキって召喚がないから、アバダで倒せるユニットっていうのはほぼ出てこないんですよね。なんでここはしっかりとフレイ兄弟もう1人もアバダで倒したい。なのでフレイさんはね、とりあえず無視。来ました、アバダ2溜まりました。序盤で2発溜まってるのは結構でかい。ハリーポッターちょっと焦る、焦ってるかな。まあでもこれはね、駆け引きですよ本当に。なんならアバダデッキの時に全く召喚を出さないっていうパターンありますね。回復してますね。あ、ダメージ入っちゃったんだ今。もうちょい早めに避ければよかったのに。はい、今のは成功。エピスキーちゃんと入ってますよ。回復してますよ。来ました、召喚が2体出てきました。これをどれだけアバダで消せるかですね。これいけるね。ロンがアバダで消されました。そしてアバダは3発溜まってます、左側。あのワンちゃんも消したらいいよね。ワンちゃん消したいね、アバダで。デッキをどんどん回していかないと。回ってこないね。はい、来ました、4発目。はい、これ以降は確定キルになります。ただダメージ結構受けてるね、ドビーの方は。左側は、右側はもう猛攻ですね、ひたすら。あー、ニフラーエピスキーしてしまった。多分自身を回復したかったと思うんですけど。キャー、やばいよ。相手は出ました、ハグリッド。やばいやばいやばい、どうなる。早くハグリッドを剥がしたい。こっちもハグリッドを切る。当ててくね、当ててくね、うまいよ。ただ速攻で消されちゃったな。どうなるどうなる。テボは当たるのか。当たんねえな、これは厳しい。あい、はい、いかがだったでしょうか。まあね、相性的には圧倒的にハリーポッターの方が有利ではありました。ただドビーの逆転もあり得たということで、最後のね、競り合いといいますか、駆け引きが面白い試合だったんじゃないでしょうか。はい、ではね、後半でまた標準の速度で流そうと思うので、最後見ていっていただければと思います。もし参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。エクスペリオン。オパグノ。エピスキン。エクスパルソ。やったな。ティーピファイ。エクスパルソ。これ。本には書いてないわよ。ネビュラ。ニフラ。オパグノ。エピスキ。ニンバス。エクスパルソ。ステーピファイ。燃えてるよ。
ネビラオパグノエクスパルソインバスの戦ネビラニフラエピスキエクスパルソエクスペリアーヌエピスキーフィファイオパグノ三刀剣みんな大丈夫僕たちは仲間なんだみんな大丈夫僕たちは仲間なんだエクスパルソエクスパルソニフラエピスキーフィファイエクスペリアーヌオパグノ任務エクスパルソネビュラスティーピファイアバンスケダブラエクスペリアニフラオパグノ任務エピスキエクスパルソネビュラススティーピファイエクスパルソネビュラスエクスペリアーヌスオパグノエクスパルソ手ごわがるスティーピファイニフラー手ごわがるエクスパルソ